誕生日に初めてこのように皆さんからお祝いいただくことを誠に嬉しく思います。この冬も多くの地域で大雪や厳しい寒さに見舞われました。被害に遭われた方々に心からのお見舞いをお伝えします。寒さの中にも日ごとに春に向かっているのを感じます。皆さん一人一人にとって穏やかな春となるよう願っております。皆さんの健康と幸せを祈ります。